まああのね、この間来てくれた方は分かると思うんですけど、先日春萌の大阪公演がありまして、セカンドライブのでね、ずっとリハの時からそのなかなかね声が出しづらいっていう状況の萌えぴをずっと見てきたんですけど、もうすごかったんですよ大阪のライブ。もう萌えぴすっごくて、でなので今は本当にねすっごい頑張ってたので、もう今はいっぱい休んでもらいたいなっていう気持ちです。あそうなんです危ない。そうなの。だからみんなもちょっとね心配する気持ちとかね、こう大丈夫かなってあの思いもたくさんあると思うんですけど、もうとにかくねみんなはもえぴにたくさんパワーを送ってください、ね